天水を制し、さらなる北進の足がかりを得た諸葛亮ら諸軍。またここでは魏軍の将であった麒麟寺脅威を仲間として得た。一方魏では智謀の師司馬懿が蜀の北伐への対策を立案。漢中と前線を結ぶ両道上の要地街亭を奪うべく進軍を開始した。これを知った諸葛亮は領土を死守すべく街亭へと急行する。街亭は山地だが高所の利は薄く、山間を走る街道の防備が重要。地勢を熟知する諸葛亮は各将に街道での布陣を命じた。しかし功を急ぐ諸葛亮の弟子馬謖がその命を破り山上に布陣。果たして馬謖は魏軍に包囲され、戦線は崩壊してしまう。諸葛亮は断腸の思いで全軍に退却戦を命じた。脅威、月英、長宝、漢口が街亭の窮地に活路を開く。大志をなすまで突き進む。馬謖、しかし山頂への布陣は我が弟子馬謖、火は私たち二人。馬謖の部隊を救出も外邸から撤退します。各軍速やかに行動に移ってください。承知しました。上将、必ずや馬謖殿を救出してまいります。塞がれていない位置には何か罠があるはず。十分注意して進撃してください。わかりました。上将、ご忠告感謝します。Stay!
急ごう。なかなかの実力を持っていますね。これ以上持ちこたえられない。すまん。救ってくれるか。ありがたい。この恩義、忠誠忘れんぞ。救出に向かう。なんと、ウィナー、私を救うために。ならば、生き恥をさらしてでも生き延びねば。過ちは罪。しかし、人は過ちを犯すものだ。馬謖殿のあの風船、報いられないものか。一冊取られてしまったな。先を急ぐ。助けに来てくれたのか。
過ちを犯してしまった私を。さあ馬謖殿、一緒に本陣へ戻ろう。上将があなたを待っておられる。伝令、魏軍本体が到来しました。率いているのは芝居のようです。愛弟子がこのような無様を晒すとはな。諸葛亮の程度も知れるというものだ。敵の本体と戦うだけの余力はない。敵を避け本陣へと戻りましょう。おお、素晴らしいご活躍。石を落とし、食の進軍を阻め。一冊宮天雷鳴山。伝令、味方増援が到着。脱出を助けるため本陣を防備するとのこと。この本陣は超支流が奇襲する。一冊、撤退を急げ。剣石は止まったのか。ありがたい、これで私の先を進める。一冊、伝令、馬謖様が閉じ込められてしまいました。この限り攻めるぞ。馬謖殿、少将の命令、何としても救出しなくては。白星と申す。手加減は無用だ。自由にならぬ体が憎い。敵将討ち取ったり。これで大丈夫だな。よし、本陣へ急ごう。おお、素晴らしいご活躍。
単に逃がすか。ここがお前たちの墓場だ。三国無双とはお見事。ここまで追い詰めたのだ。決して逃がさんぞ。寄せ付けない。お見事です。あと少しで本陣だ。馬謖殿、頑張りましょう。ああ、分かった。私も気力を振り絞ろう。少将、この敗戦、北伐にとって大きな痛手。そしてその日は全て私にあります。あなたを任じたのはこの私ならばこそ、私もなりません。心象筆罰心得ております。上将、どうか公正なる裁きを賜りますよう。孔明様、この戦、長江を退けました。奴が馬謖に気を取られたからできたことです。なら、それは馬謖の手柄ってことですよね。ほら、あれだ、新将筆罰の将の方。それは詭弁だ。しかし陣には反しない。そうではありませんか、上将。